どうも、おのちです。米十合食べ終わるまで終われません。さあ、今回の企画はですね、米十合食べ終わるまで終われないという企画でございます。一人でやっちゃいます、一人で。これね、なんでこちらの企画をやるかというとですね、オルタナチャンネルさんの方で出させていただいて、不甲斐ない食べっぷりだったということで、ぜひリベンジをさせてくれということで、個人チャンネルで米十合を一人で食べきろうっていう企画をやらせていただきたいと思います。本当は大食いなんです、この動画で証明したい。今回はね、肉のハナマサさんで売ってるもの縛りで食べていきたいと思います。手作りのくじなんて作っちゃったりしてですね、この中にこのおかずがあるので、そのおかずを引いてご飯十合食べようじゃないかという企画になっておりますので、いや、シンプルに考えて一人で米十合ってえぐいですよね。何グラムぐらいなんだろう。なんとお米十合でこんなにも重さがあるんだよということで、どんぐらい時間がかかるかわかんないんですけど、とりあえずやっていきたいと思います。はい、それですね、こちらもうサラダボウルに入れた米、まず5合ですね。これ1杯食べれば5合になるので、これをまずね、とりあえず食べていきたいと思います。それではいきます。何が出るのか。1個目、3、1、ピリ辛高菜。はい、こちらですね、ピリ辛高菜でございます。これで食べていきたいと思います。ちなみにこれね、ただいまの時刻はですね、1月23日19時48分からスタートしますので、ここから何時間かけて食べれるか楽しみにしていてください。いただきます。うん、あ、うまっ。うん、ピリ辛、まあ、これ米進むわ。うん、まっ。うん、これ余裕かもしれないです。あ、これ余裕だ。いや、私ね、今ボディメイクしてて、今増量中で1日普通に5合食べてるんですよ。なんで、まあ、5合には慣れてます。ただ一気に食べたことはありません。それが不安。うん、これ高菜で1合いけるな。うん、うん、うん、正直自分普段おかず食べなくても米全然食べれちゃうんで、でもこれ高菜だけで5合いけちゃうかもしれません。でもね、いろんなおかずを紹介したいんで、ちょっとこれで我慢しようかなと思います。 OK です。多分1合ぐらい減ってます。さあ、それでは2品目のおかずいきますよ。これ、おお、おハンバーグ来た。ハンバーグなんてもう神おかずでしょ。お肉屋さんのハンバーグ、これでっか。これね、レンチンでできちゃうみたいなんで、温めてきます。はい、できました。これハンバーグめちゃくちゃいい匂いしてる。これ匂い届けたいわ。これ本当にお店で出てくるハンバーグの匂い、めちゃくちゃいい匂いする。はい、それでこちらね、ご飯の上に乗せちゃいます。はい、どん、いただきます。うん、うん、あ、こ、あ、あ、うん、おいしい。肉のうまみじゅんじゅわーなやつですわ。これ米進む。うん、うん、これいけるな。うまっ。ハンバーグ屋さんで出てくるハンバーグですね。めちゃくちゃ美味しい。うん、オッケー。とりあえずこんな感じで多分2合以上食べてますね、もう。さあ、次いきますよ。何が出るか。こちら、じゃん、しめ鯖。しめ鯖です。プロ仕様のしめ鯖炙り焼きということで、開封してこのまま食べれるんで、めちゃくちゃ簡単です。ちょっと贅沢にこちらね、丸々丸ごとドーンと丼にしちゃって食べたいと思います。これ1個気づきました。これ多分ね、おかずあるとね、お腹いっぱいになりますね。思いました。おかずなくてもご飯食べれるタイプなんで、これ結構おかず大きいじゃないですか。これやばいかもしれないですね。結構マジか。いただきます。うん、おいしい。ちゃんと脂乗ってておいしいですね。高校の時野球部で寮生だったんですよ。ご飯茶碗が、まあ、これよりもちょっとちっちゃいラーメン丼みたいな、それを山盛りで2杯食べるってなってて、その山盛りでね、米2合分ぐらいだと思うんで、晩ご飯で1食で4合は食べてたんで、まあ、多分ね、その時の胃袋がまだあるので、
午後は余裕でペロリいけると思うんですけど、ごめんなさい、余裕じゃないですね、これ結構。ラスト、締めサバ。うん。OK。締めサバ完食。多分これでもう3合以上食べてますね。残り 1.8 合ぐらいかな。うん、なるほど。なるほどですね。OK。いや、これ次のおかず重要ですね。次のおかずいきたいと思います。頼みます。いいやつ来てください。お願いします。これ。おぉ！え？マッサマンカレー。カレーですね。こちらですね、マッサマンカレーというものですね。ピーナッツが香ばしい本格派、本場のタイで美味しく作りましたということで。いや、なんかいろいろ具材が入ってそうだね。うん、具材が入ってそうだな、いっぱい。さあ、チンしてきましたマッサマンカレー。これ独特な匂い、香辛料とかたくさん使ってるんだろうね。具だくさんですね。これ鶏肉かな、入ってますね。これじゃがいもとかも入ってるのかな。あと豆も入ってるね。この香辛料が独特な感じ、匂い届けたいけど、タイを感じますね。タイ行ったことないんですけどね。よっしゃ、ふぅ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 。ただいまの時刻20時24分なので、ちょうどもう30分以上経過しますね。1時間で5合食べれるかなと思いますので、残りのこの 1.8 合弱ぐらいを全部かけちゃうから、もうスープカレーみたいね。おいしそう。もう器がさ、タイって感じだし、ちょうどいいね。どう、こんな感じ、美味しそうじゃない、このマッサマンカレー。いただきたいと思います。うん、美味しい。やっぱ日本のカレーとは全然違いますね。香辛料効いてる。そしてね、お肉もじゃがいももコロコロで美味しい。あ、ピリ辛。あ、何これ。うわ、あのこの香辛料の辛みでね、ご飯進みます。これ待って、高校時代思い出す。ちょうどここなのよ。高校時代4合食べてて、まもなく4合食べ終わるんですよ。これこれ、この感じ。うわー、食べないと体大きくならないからね。もう4合以上食べて、もう 4.5 合ぐらい食べてますね。うわー、これカレー嬉しかったけど、ちょっと汁物系やばいな。お、ただいまの時刻20時41分にちょうどなったというところで、ちょうど1時間経過して午後完食です。午後完食。うわー、えぐー。1時間で午後とか食べたことないわ。ちょっと懸念点としては、明日令和荘の撮影で大食いやるんですよね。それまでに大丈夫かな。ちょっと一旦休憩。いや、ちょっとね、終われませんですから、何時間以内にとかじゃないので、ちょっとね、一旦休憩させてください。うん。うわぁ、うわぁ、これえぐー、ここえぐー、ちょっとえぐー、間違えた、企画間違えた。うわぁ。はい、皆さんお気づきでしょうか。ただいま1月24日朝8時42分です。すみません、あの後ですね、一気に食べるのは無理だと判断して12時間しっかりと休みました。おはようございます。今朝6時20分から木曜日と日曜日以外、毎朝ですね、生配信をやってまして、そこでトレーニングをやり終わって、お腹すいたって思ったんですけど、はい、残り5合です。すごい量ですよね、これ。ほら、なんか増えてない？増えてないか。昨日10合一気に炊いたんで、それの余りを今レンジでチンしたんですけど、増えてないか。今日、令和荘の撮影日でして、大食い企画がね、あるんですよ。なんで、朝早いうちに食べて、令和荘の大食い動画の撮影に向けても、お腹をちゃんと空かさないといけないので、とにかく、食べます一生懸命食べさせてください。大食いだよっていうのを証明したいんですよ、私は。なので皆さん、引き続き、お付き合いください。さあ、行きます。何が出るか、これだ、こちら、ザン。お、韓国海苔です。これいいんじゃない。韓国海苔のふりかけでございます。こちらで食べていきたいと思います。わ、すごい。おー、韓国の匂いするわ。韓国行ったことないんですけどね。新大久保の匂いですね。
いただきます。うん、あ、これご飯に合うわ。オッケーです。とりあえず韓国海苔で1合以上食べましたね、これ。オッケー。さあ次、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。次、何が出るか。これ、やばい、やっぱ、お腹空いてないかも。おわ、キムチもやし。はい、こちらですね。キムチもやし。美味しそう。これも絶対ご飯に合うよね。さあ、こんな感じで、キムチもやし。いただきます。うん、うん、美味しい。ピリ辛。はい、とりあえずキムチもやしでここまで食べました。全然食べてないじゃんって思っていますよね、皆さん。こちら見てください。しっかり食べてます、キムチもやしで。頑張ってます。すげえよ。おぉ、すげえっすよ、先輩。俺の事件現場にいてくれたことがねブルーベリー事件そうじゃん。あの時のリベンジをさせていただいてます。すごいね、食えるようになったね、あの時から。いや、あの時も食えるのよ。あの時も食えるのよ。あ、食べた、あの時。あの緊張で。ああ、そう、緊張だったんだ。緊張です。単に食べれないんだと思って。いやいや、舐めないでくださいよ。ちょっとこれでちゃんとねリベンジしたぞっていうのを見せて、もう一回俺と野さんでねリベンジさせてください。お願いします。ありがとうございます。また夜のレオソーの撮影でお願いします、はい、じゃあね、こちら最後、じゃん、納豆。納豆です。こちらですね、プロ仕様小粒納豆。こちら4パックで89円なので安いです。タレとかを入れる前にまずかき混ぜるんですね。こちらですね、納豆にからししか付いてないので、納豆にこれお酢入れてみました。納豆にお酢入れるとね痩せやすくなるという効果もありますので、皆さんぜひお試しください。はい、こちら納豆丼。うん、これですよ、日本の朝。ここまで来ました。もう1号は切ってますね。これでね、もう肉のハナマサさんの商品はないんですが、最後こちらで締めたいと思います。コストコのブルーベリー、こちらで締めたいと思いますね。現場にあったブルーベリーです。はい、内藤さんがねこれ持ってっていいよということで、記念にね持ち帰らせていただいて、こちらで最後食べきってリベンジしたいと思います。この動画を撮るにあたっても内藤さんからご連絡いただいて、まあこの日に動画上がるから、もしよかったらもっちも個人チャンネルで何かリベンジ企画とか上げてみたら面白いかもみたいな感じでご連絡いただいて、本当にね内藤さん優しいんですよ。なのでこの動画を撮ろうと思って、私は今10号リベンジ企画やってますので、最後はこのブルーベリーで食べ終わりたいと思います。はい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 、来ました、ブルーベリー丼ね。別にブルーベリーが苦手であれ震えてたんじゃなくて、あれ緊張で震えてただけですからね。はい、すいません、緊張しちゃって。うん、レーズンパンのご飯バージョンみたいな感じなんですよ。よみがえってくるな。焦り、止まらない汗、緊張、盛り上げてくださるオルタナメンバーの皆さん、もう一回ね呼んでいただけるように頑張りたいと思います。どうもありがとうございました。米15号もラストこれだけ。おお、ラスト一口いただきたいと思います。いやー、よく食べました。そしてただいまの時刻が9時48分ということで、約1時間10分で完食です。ゴー。多分自分の中でもこのね米10号って多分初めてだったんで、いや、まだ胃袋は高校生と同じですね。まあね、ちょっと勝手にリベンジって言っちゃってるんで、またオルタナチャンネルさんに呼んでいただいて、そこで大食いを発揮して初めてリベンジ達成できると思うので、また呼んでいただけるように頑張りたいと思います。オノッチの米10号大食いがすごいなっていうふうに思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。
また呼んでください。よろしくお願いします。うわやばい。まもなく10時、こっから何度か令和荘の撮影までにお腹空かせたいと思います。トレーニング行ってきます。